かせるトレーニング講座いきます。アームカールですね。パラレルグリップでやりますね。これ私最近気に入ってるんですけど、実はこのパラレルグリップもメンバーの方が持ってきてくれたんですよね。最初は見向きもしなかったんですけどね、私はオーソドックスな種目が好きなんで、そしたらトライセプスエクステンションですかね、三頭筋とかやるときは手首に負担がないからですね、すごく気に入ってやってたんですけども、二頭筋もいいですよね。こう遊びが使えるからですね、いろんな角度でやれるからですね、パラレルでやるとこう前腕に効くとか言われてますけども、そんなことはないですね。意識一つで、二頭筋にも効きますね。もちろんこうひねった方が二頭筋に効きやすいんですよね、ダンベルとかで。これでも意識一つで十分に効きます。ちょっとやってみますね。これ十何キロだから軽いんですよ。どんどん速度を使えば分かるんですけどね、ドントスローですね。ヘビービューティーのマイク・メンザーが言ってたんですけども、まあ、LBG も来たことあるんですけども、メンバーの方の指導をされてて、ちょっとでも早く動かすとドントスロードントスローって言ってましたね。ちょっとショーじゃないんだって感じですね。もう周りに見せるためのトレーニングというのはあまり意味がないですからね。まあそれが好きな人はいいんですけど、周りに迷惑がかからない範囲でですね、まあ、LBG はそういう方がいらっしゃらないですごくトレーニングしやすいですね。効かせるっていうことですね。効かせるトレーニングの場合はもう効いてるかどうか、集中してるかどうかがちょっと分かりやすいですからね。私のこの動画なんかまだ集中してないですね。やっぱおしゃべりがやっぱり一番いけないような感じがしますよね。まあトレーニング集中してないっていうのはまあしゃべってるかどうかで分かりますから。高重量トレーニングっていうのはどうしてもインターバルが長くなって、その間におしゃべりする方もいらっしゃいますよね。もちろんそこでも精神集中してやられる方は、大きくなるでしょうけどね。まあ効かせるトレーニングの場合はインターバルの時間が短くなりますから、こんなベラ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 しゃべる時間もなくなりますね。聞かせるトレーニング講座としては、おしゃべりは無駄っていう感じですね。